スタニスラフ・コシオール、スタニスラフ・ビケンティエビチ・コシオールは、ロシア帝国の革命家、ソビエト連邦の政治家、スターリンによる大粛清の犠牲者の一人、当時、ロシア帝国領であった、ポーランドのベングルフに貧しい工場労働者の息子として生まれた、経済的貧困のため一家でドネツクへ移住する、ここの製鉄工場で働いていた時の1907年に、 レーニン率いるロシア社会民主労働党へ入党。反転制運動に身を投じ、1915年に帝制の関係に捕まり、シベリア流刑になったが、2月革命で帝制が崩壊した際に脱出し、ボルシェビックと合流して、再び革命運動を再開した。10月革命の後にはドイツが実行支配しているウクライナで活動し、 ドイツとの停戦条約ブレストリトフスク条約が締結された後はロシアへ呼び戻された。しばしば党の副議長を務め、1922年からは共産党シベリア支部長となり、1928年から1937年までウクライナと中央委員会初期となる。彼はスターリンの熱心な支持者の一人であり、大粛清の際にもスターリンに忠実な立場を取り、 ブハーリニへの迫害にも積極的に協力した。そのためコシオールは大粛清後期の1938年まで生き延びており、この年にもソ連人民委員会議副議長、ソ連人民委員会議付属ソビエト、統制委員会議長など要職に任じられている。しかし大粛清は、ただ従っていれば助かるほど名前優しい粛清ではなかった。 再疑心の強いスターリンは党における有力幹部としてのコシオールを危険視するようになっていた。1938年5月3日にすべての役職を解任された上 NKVD により逮捕され、1939年2月26日に銃殺された。1956年3月14日に名誉回復された。ありがとうございます。